はい、こんにちは、まとめです。自分に自信がない。この動画はそんな方に向けて撮影しています。日本人は自分にね、自信がない人ばかりです。実際、世界数カ国の男女を対象に、自分に満足してるかどうかっていうね、意識調査をしたところ、日本人はね、ズバ抜けてビリだった。最下位だった。なんていうデータもあります。で、そんな日本人の中でも、特にですね、成人男性、とりわけおじさん世代ですね、は自信がない人が多いと非常に感じています。ここで質問です。あなたは今の自分に自信がありますか？この質問に胸を張ってイエスと答えられる人は非常に少ないと思います。現代の日本人社会ってとにかく男性がね、自信を持ちづらいね、社会になっていて、やっぱり年を重ねれば重ねるほど褒められる機会が減っていって、怒られる機会って増えていくじゃないですか。で、どん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 上がっていくと最終的に怒られることもなくなっていって、まあ、期待すらされなくなっていくっていうのはね、結構あるあるだと思うんですけど、その渦中で自分に自信を失うってもう当たり前のことだと思うんです。ただ生きていく上で自分に自信を持つことって非常に重要で、とても大切なことです。自分に自信があると 100% 確実に人生が好転します。それもですね、自分自身がしっかりとね、自覚できるぐらい、それぐらいしっかりと体感できるレベルで好転していきます。そこで今回の動画では、おじさん世代が自分に自信をつける最高の方法、こちらご紹介させていただきます。やるべきことたった一つだけです。しかもですね、誰でも簡単にかつ素早く自信をつけることができます。ぜひね、騙されたと思って今回の動画最後までお付き合いください。まず最初に、なんで成人男性自信がない人ばかりなのか、ここをお話しさせていただきたいなと思います。もうこれはね、ズバリね、他人を褒める文化が男性にはないからです。人ってやっぱり他人に、周りの人に肯定された時に自信がつくものなんですよ。ですが残念ながら日本人男性、他人を褒めるっていう文化があまりありません。例えばですね、社会人だったら上司、もしね学生だったら先輩をね思い浮かべてほしいんですけど、怒られることってまああると思うんですけど、褒められることって結構少なくないですか？どっちかって言われたら怒られる機会の方が圧倒的に多いと思います。それってあなたが悪いわけではないんですよ。自分以外の人を、例えば周囲の人を見渡してみても、思い浮かべてみても、褒められてる人の方が圧倒的に少ないと思います。褒められるっていうところに到達するにはめちゃめちゃなハードルがあるわけです。何かものすごいことを成し遂げてようやく褒められるんですよ。だからこそ日本では褒められる機会っていうのは非常に少なくて、必然的に自分に自信があるって人は少なくなっていくわけです。じゃあおじさんが自分に自信をつける方法、何があるかっていうと、一つめちゃめちゃいい方法があって、もうこれズバリですね、おしゃれになることなんです。なんでおしゃれになるといいのかっていうと、おしゃれになると簡単に褒められるからです。というのもね、ポイントがありまして、男性じゃなくて女性ってめっちゃ褒めてくれるんですよ。褒める生き物なんです。そういう文化があるわけです。例えばグループ内で女性が褒め合ってるっていう光景見たことありますよね。男性同士で褒め合うってなかなかないんですけど、女性どうしだったらめちゃめちゃあることなんですよ。そんな褒める生き物である女性が関心ある分野ってどこかって言われたら、ファッションで、それって外見なんで見るだけでわかるポイントなんです。つまり人に褒められるっていう状態はおしゃれになるっていうのが一番近道なんです。さらに付け加えると、日本人男性ってファッションに興味ほぼみんなないんですよ。なので少し頑張るだけですぐ効果が出て一気に上位になれるわけです。やっぱり周りの人が頑張ってない分野であればあるほど、ちょっとした努力で差はつきます。このようにあらゆる方面から考えても、おしゃれになるっていうことは非常に効果的です。で、ここからが非常に重要なんですが、おしゃれになるっていうことは簡単で、しかもユニクロでできるんです。特に女性に褒められるっていう点でのおしゃれはそんな難しくなくて、これがアパレル業界とか服好きな友達から褒められるっていうところまでのレベルだとちょっと難易度高いんですけど、女性から褒められるっていうレベルのファッションはそんな難しくないです。いつの時代もね、女性が男性に求めるファッション像って非常に簡単で、シンプルで大人っぽい服装って決まってるからなんですよ。で、シンプルでいいアイテムって実はユニクロにめちゃめちゃあるんです。価格が高くなればなるほどちょっと変わったアイテムっていうのは増えてくるんですが、対してユニクロなどのベーシックなブランド、まあ無印とかもそうなんですけど、そういったブランドって普通の服に強いんですよ。で、女性に褒められるっていうファッションで言うと普通の服で十分、むしろそっちの方が簡単だったりします。なのでおしゃれになるってそんな難しいことじゃないですし、お金もそんなかかんない。しかも一番いいところは、買ってきたらそれだけで OK なんです。例えばこれが仕事だったら、もう毎
毎日めちゃめちゃ頑張って成果出さなきゃいけないですし、部活だったらずっと練習しなきゃいけないじゃないですか。で、大会で結果出さなきゃいけないわけですよ。でもファッションだったら買って着るだけで事足ります。今すぐに変えられるものなんです。第一印象って非常に重要で、人間の第一印象って実はね、最初の2分間で決められると言われています。しかもそれは覆らないって言われてるんですよ。そしてその第一印象の約8割は視覚から来るものと言われています。そしてさらに踏み込んで考えると、人間の体の範囲において最も大きいパーセンテージを占めているのはもちろん服なんですよ。基本的には手と顔以外は服で覆われているんで、ファッションがもたらす範囲って非常に大きいわけです。それほどに重要なのがファッションであって、そのファッションは簡単に格安ですぐ買えることができるわけです。自分に自信がない人って言い訳が多くなりますし、感謝の言葉も出にくくなりますし、笑顔も少なくなって悪口言いがちになりやすいです。逆に自分に自信があると言い訳もしなくなるし、感謝も忘れなくなるし、笑顔も増えて悪口を言わないと、このような傾向があります。全て余裕があるからできることなんです。自分に自信があると余裕が生まれて、他人に優しく接することができます。一般論にはなりますが、イケメンだったり美女になればなるほど性格がいいってよく言われてますよね。もし今と比べて、今の自分と比べて言い訳が減って悪口が減って笑顔と感謝が増えたら人生が好転すると思いませんか？それは簡単にファッションで実現できるんで、絶対頑張った方がいいです。次に、自分に自信が持てないおじさん世代にね、ちょっと伝えたいことがあります。この後ですね、あなたの人生を変えるかもしれない魔法のようなアイテム、ファッションアイテム紹介します。まあ、すぐね、この動画飛ばしてそのアイテム見るっていうのはもちろんいいんですが、その前に一つだけね、絶対に注意してほしいポイントがあって、それはですね、もしあなたの中におしゃれをすること自体に抵抗感がもしあるなら、それは今すぐ捨ててください。なぜならおしゃれをするってことはめちゃめちゃいいことだからです。まあ、そもそもね、僕いろんなコンテンツ言ってるんですが、誰しもね、自分の人生は豊かであるべきだと強く思っています。人それぞれ幸せの物差しってのは全然違うとは思うんですけど、人生が豊かであり幸せであるっていう状態は誰しもにとっていいことであるはずと僕は考えています。そしてファッションは人生を豊かにすることができる最強のツールなんです。ファッションで人から褒められるようになると、自分に自信がついて日常が今よりもっともっと豊かになります。そこから来る自信によって、人とのねコミュニケーションが円滑になる、なんていうこともあるあるです。加えてお伝えしたいのは、ファッションには具体的な理屈が存在するっていうところです。この理屈さえ分かって実践まですれば、誰しも簡単におしゃれになることができます。アパレル関係者からね、おしゃれって思ってもらえるってレベルだったらそんな簡単とは言えないんですけど、女性におしゃれだと思ってもらえるっていうレベルは全然簡単なんです。すなわち誰しもが簡単に人生を好転させる、豊かにすることができるわけです。おしゃれをすること、身だしなみに気を使うこと、これは何も悪いことじゃありません。とてもいいことなんです。もし今現時点でおしゃれすること自体にちょっと抵抗があるなっていう人がもしいたらですね、ぜひ今回のこの動画をきっかけに、少しでもいいんでその考えをね、捨てていただけたらなと思います。それだけでこの動画めちゃめちゃ価値があるんじゃないかなと思っています。おしゃれを目指すことって間違いなくいいことなんで、他人に否定されることじゃもちろんありませんし、気恥ずかしさを感じる必要も全くありません。ということで、ここまでおじさん世代が自分に自信を持つための方法として、ファッションが非常に有効だっていう話をしていきました。そしてファッションを身近に感じてもらうためにも、あなたの中に潜んでいるおしゃれをすることに対する抵抗感、マインドブロックをなくすための投げかけもさせていただきました。ここまで来たらいよいよね、実践です。実際に洋服を買いましょう。今あなたに購入してほしいのはユニクロのレディースのタックワイドパンツです。これ4000円でゲットできます。レディースって思ったと思いますが、もう実際これ買えばわかるし、物見ればわかると思うんですけど、レディースから出ている商品なんですけど、もうどう見てもメンズにしか見えないんで、女性ものとは全くわからない、そこは一旦無視してください。これ僕のコンテンツを日頃から見ていただいているフォロワーさんにはおなじみのアイテムなんですが、やっぱりね、ファッション初心者、入門者の方が最初に手にすべきアイテム、変わらずこれです。もう1年以上前からこればっかりプッシュしていますが、これ超えるアイテムまだ出てきていません。じゃあなんでこのアイテムがいいのか、しっかりと解説していきます。こちらがユニクロのレディースのタックワイドパンツ3900
1990円のアイテムなんですが、まずなんでこのパンツなのかの話の前に、どうしてパンツなのかっていうお話をしていきます。ファッション初心者、入門者が最初に手に入れるべきアイテムは、アウターでもトップスでも小物でもなくて、まずパンツです。まあ普通やりがちなのはトップス、まあシャツ買ったりとかダウン買ったりとか、まあ主役みたいなのをね、貯金して主役でいいものを買うっていうのはやりがちなんですけど、それじゃ変わらないんですよ。いいパンツゲットしなきゃ何も変わらないんです。なぜならパンツには全身のコーディネートを整えてくれる効果があるから。逆に言うと、パンツさえいいもの、ちゃんとしたものをゲットしておくと、もうトップスとかアウターとか割と何でも様になっちゃいます。それぐらいパンツって重要です。じゃあなんでこのユニクロのタックアイドパンツがいいのかっていうと、いろんな理由があるんですけど、まず一つはトレンドど真ん中のパンツだから。トレンドって追いかける必要は別にないんですけど、遅れすぎたものを履いてると着てると一発でダサい印象になりやすいです。ファッションに詳しい人だったら大丈夫なんですけど、そうじゃない人、まあこの動画見てくれてる人はそんな詳しい人いないと思うんですけど、であれば絶対にトレンドに乗っかっといた方がおしゃれになりやすいです。で、今のパンツのシルエットのトレンドって緩いシルエットなんです。いわゆるワイドパンツなんです。めちゃめちゃでかくする必要があるかって言われたらそんなことないんですけど、逆に例えば細身のパンツとか履くとおしゃれに見せるの激ムズですし、むしろおじさん見えしやすいです。なぜなら細身のパンツ、まあスキニーパンツとかが流行っていたのって10年ぐらい前の話なんで、それ履くだけで時代遅れな印象になりやすいんですよ。今ね、ワイドパンツ履いたことないこの動画を見ている人からすると超抵抗あると思います。ワイドパンツってもちろん履いたことないから当たり前なんですけど、それはなんとかね、マインドブロック外してチャレンジしてほしいなって思います。現代で言うとこっちが普通なんです。これでね、シルエットがワイドな方がいいっていう理由分かったと思うんですけど、カラーはブラック選んでください。黒は大人っぽい印象になってくれますし、他のカラーとの相性もいいんで、迷わずブラック選んでください。で、さらに言うとスラックスタイプ選んだ方がいいわけです。スラックスってスーツとかで履く時のパンツですね。なぜなら大人っぽいから。女性は大人っぽいファッションを男性に求めているわけです。なのでスラックスタイプを選びましょう。以上の条件を全て満たしてくれるのがユニクロのレディースのタックアイドパンツです。まあ、僕ファストファッション死ぬほど見てて、ハイブランドからファストファッションまで本当とにかく洋服見て大量に持ってるわけなんですけど、コスパよく一番いいワイドパンツどれかって言われたら絶対これなんですよ。なので騙されたと思ってこれぜひねゲットしてみてください。たまにね、僕の YouTube チャンネルに出てくれている平沢くん、相方の平沢くんも、このパンツ買った瞬間からマジで生まれ変わりました、一気に周りから褒められるようになっています。ほんとそれぐらいこれすごいんで、ぜひねゲットしてほしいなって思います。で、念のためちょっと補足させてください。おじさん世代トレンドを追うべきかどうか、多分ね、ここまで紹介してトレンドって言葉使ったんで、自分やっぱおじちゃんだから、おじさんだから、もうトレンドって言われたらもうそれは自分に合わないわって瞬間的にね反応した人もいると思うんですけど、もしそんなこと思ってたらそれめちゃめちゃ危険です。トレンドって何なのかっていうと、その時代その時代を表している大衆の価値観なんですよ。みんなの価値観の相違がトレンドになっているんで、トレンドっていうね、ちょっと単語が良くないと思うんですけど、すごいね最先端すぎて若者が着てるバキバキの格好って思いがちだと思うんですけど、むしろトレンドってのは大衆の価値観なんで、その時代を表す普通のことなんですよ。今ってワイドパンツが普通なんですね。でもそんな普通であるワイドパンツに抵抗を感じてるとしたら、自分は知らず知らずのうちに時代遅れな格好をしてます。一撃でダサいっていう印象を持たれてしまうような格好をしてる可能性がめちゃめちゃ高いです。トレンドから遅れすぎてしまうと、その時代の価値観に合っていない、その時代その時代の普通じゃないね服装をしているっていうことなんで、その状態でおしゃれに見せるって難しいことなんですよ。ファッションに慣れてる人だったらできるけど、慣れてない人ができるようなことじゃないわけです。なのでおじさん世代こそ絶対にトレンドに乗り遅れないようにしてください。めちゃめちゃ最先端のトレンドに乗るっていう必要まではないんですけど、トレンドから遅れすぎる、これだけはね絶対に避けてほしいなって思います。例えばですね、自分の青春時代を思い返してください。大学生とか高校生とか、まあ、服に興味があった時代思い浮かべてほしいんですけど、その時と今の服装が変わってないとしたら、もうトレンド乗り遅れてます。完全に時代に追いついていないです。なぜならトレンドってだん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 移り変わっていくものなんで、自分の青春時代と同じ格好を自分がしてても、世間っていうのはもちろんねトレンドが変わっていってるんで、もう超ずれちゃってるわけです。だとしたら当たり前の話なんですけど、ずれちゃってるわけですね。なので青春時代と服装が変わってないなってこの動画見てハッとした人は、絶対にこの動画をきっかけにしてファッションを変える必要があります。で、このパンツさえゲットすればそれだけで変わります。あとね、ユニクロが安かろう悪かろうなイメージ持ってる人いると思うんですけど、もうそのイメージめちゃめちゃ古いです。もう全くそんなことなくて、今の若者からしたらユニクロって全然そんなダサいブランドなんて意識全くないです。ユニバレなんて言葉がね10年前とかはありましたが、今もう全く聞かないですから。ユニクロ着てて恥ずかしいブランドなんて思った人もそうそういないんで、そもそもファストファッションイコールダサいって思ってる人もほぼほぼいないんで、もしその価値観のままだとしたら、この動画をきっかけにしてアップデートしてほしいなって思います。実際クオリティも超高いです。ほんとこのパンツって優れてるんですけど、デ
ザインめちゃめちゃシンプルで、これ履くだけで大人っぽく見せられますし、素材感もすごく良くて、シルエットも綺麗で、ほんと文句ないんですよ。まあ、今回今からですね、これ実際に着用して、実際のシルエット履いた時の形とかもお見せするんで、ぜひね参考にしていただけたらなって思います。身長170センチ体重55キロの僕が XL サイズ着用して、これぐらいのサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのタックワイドパンツなんですけど、レディースなんですけど男性が履いて何の違和感もないですよね。いわゆるワイドストレートシルエットになっていて、太もも部分から太いんですよ。ここからしっかりと太くて、それが裾まで続いているストンと落ちるようなシルエットになっています。でレングスがね、ちょっと長めの設定になってるんで、こんな感じで靴の上にパンツの裾が乗っかる状態になるわけなんですが、この方がワイド感がより強調されてよりおすすめです。なので裾上げして、クッション出ないようにこう丈を短くしちゃうとかしないように、しっかり靴の上にパンツの裾乗っけて、ここにボリュームを出すってことを覚えておいてほしいなと思います。でやっぱりこのパンツ落ち感強いし、張りもしっかりあるんですよ。そのおかげでヘナヘナにもなっていないですし、逆にワイド感強調されすぎたら履きにくいっていうこともないわけですね。本当にバランスの取れたシルエット素材感になっています。ということでこのパンツの良さ十分伝わったんじゃないかなって思いますが、パンツ手に入れたらぜひね、合わせてシューズもゲットしてほしいなって思います。ワイドパンツに合わせるべきシューズっていうのが存在するんで、この動画見てる人、そういったシューズ持ってない人多いと思うんですよ。ボリュームシューズなんですけど、それもね、余裕がある人はぜひゲットしてほしいなって思います。おすすめしたいアイテム、こちら GU ですね。チャンキーソール U チップシューズ、2990円、激安なんですけど、これがおすすめです。なんでこのワイドパンツと相性がいいかっていうと、ワイドパンツってレングスも長い、丈も長いんで、薄いシューズだと、丈がこのね、靴の下に入り込んじゃうんですよ。そうすると歩きづらいじゃないですか。で、見た目的にもそうなんですけど、こういったボリュームのあるシューズと合わせると相性が抜群です。加えてこれコスパもいいですし、ブラックがあるし、で革靴だし、ブラックで革靴ってことは大人っぽいっていうことなんですよ。このパンツでも言ったと思うんですけど、大人っぽいねコーディネートした方が褒められやすいんで、そういった点でもこのシューズっていうのは非常におすすめです。ちなみにね、三首っていう言葉があって、首、手首、足首のことなんですけど、そこには人の視線が集中するんです。で足首に何が来るかって言ったら靴じゃないですか。靴って意外とめちゃめちゃ見られてるんで、靴もしっかりといいもの、こういったものをゲットしてほしいなと思います。さらに余裕があったら合わせて絶対買ってほしいのが姿見で、鏡ですね。全身を確認できる鏡一つ絶対ゲットして家に置いといてください。なぜならその面、姿見がないと実際他人にどう見られてるかって分かんないんですよ。上半身だけじゃコーディネートどうなってるか分かんないですし、全身が見える姿見ってのは必須になってきます。実際に客観的に自分がどう見られてるかっていうのは姿見で毎日確認するっていう習慣をつけると勝手におしゃれになっていくんで、姿見も合わせてゲットしてほしいなと思います。で姿見買うってなってもどこで買えばいいのってなると思うんですけど、 Amazon で全然あるんで、楽天でもいいんですけど、どこでもあるんで、まあ実際にね概要欄にリンク貼っておきます。どれ買うか悩んで結局買わないとかもったいないんで、リンク貼っておくんで、もしこの動画見て、ちょっとね信じてみようかなって思ってくれた人はね、そのままね姿見ゲットしていただければなと思います。ということでね、結構長々とねお話しさせていただいたんですが、ちょっとですね今更なんですが自己紹介させてほしいなと思います。この動画見てくれた人、まあ僕のこと知ってる人がねほとんどなんじゃないかなと思うんですが、少なからず初めて見たっていう人もいると思うんで、簡単な自己紹介、させていただきたいなと思います。僕はですねアパレルのメディアだったり、まあこういったファッション系の YouTube だったりインスタだったりブログだったり、まあ、いろいろやっているわけなんですけど、それだけじゃなくてアパレルのブランドをやっていて、あとはお店もやってます。古着屋だったりセレクトショップだったりをやっていて、ファッションを通じて人生が豊かになったっていう僕の経験から、多くの方にとってファッションが日常になってほしい、おしゃれっていうものが日常になってほしいって思っています。でファッションが豊かな人生につながってほしいとも思っています。そんな思いからファッションに関する情報発信をしていて、こだわりを持ったアイテムをリリースしています。やっぱり女性と比べると男性ってファッションが身近じゃないんですよ。日常じゃないんですね。でも洋服って毎日着るものじゃないですか。なのでそんな毎日着る洋服を味方につけられたら、本当に人生が好転するわけです。まあ実際ファッション味方にして人生が豊かになった、好転したって人、僕の周りにもうめちゃめちゃ溢れ返ってるんで、もしまだな人がいたらぜひその仲間入りしてほしいなと思って今回この動画を撮影しています。そしてそんな思いをより多くの人に実感してもらうために自分でブランドをやっています。ハイクオリティのものをねミドルプライスでリリースできている自信がねめちゃめちゃあるん で多くの人に超リピートしてもらってるんで、僕のブランドが気になるって人はぜひ概要欄にあるリンクからね、僕のストアもね見ていただければ嬉しいなと思います。
ッションに悩みを抱えている方や今よりおしゃれになりたいと考えている方はぜひね僕の YouTube、Instagram 参考にしていただければ幸いです。ということで今回の動画は以上となります。今回の動画良かったと思ってくださった方もしいらっしゃいましたらぜひねチャンネル登録していただけたらなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。